さあ続いてはうわびっくりしたダメよ <laughs> ダメダメなんなん <laughs> もうブレイクタレント第三位ですからね<あ> 2> 第 2, 2> 第位第三位なんかドブロックが一位で二位が大久保三位がてて大久保がそこに入るこ今年の上半期ブレイクタレントはみたいななんか<え>アンケートで大久保がそこに入っちゃう三位だっけ そう、大久保が2位じゃなかったっけ確か違ったっけ大久保はぶん前から。まあまあそうなんだけどああいうのちょっとなんかタイムラグもあんのうん。ドブロックが1位ですよ。うん。あっ、ウーマラショーか。あ、ウーマ、ウマラショーか。まあでもそれもね、ちょっと。2位。うん。へぇー。で、3位がエレキテル・レンドです。すごいよ。そっか、じゃあ、辞めたウエストランドは。辞めてない。辞めてないの辞めてない。やってます。えー、ラジオネーム。 爆笑問題の太田さん風呂に入るたびに身長が縮んでいる人 <laughs> そんなもん入れねんじゃねえか <laughs> 毎日入ってるわスタッフの皆さんこんばんは、うん、今回は私が以前経験したはびっくりした話をしたいと思います、うん、今から数年前寺巡りをしていた時の話です寺巡りその日私は電車を乗り継ぎ奈良の著名な寺を回っていました、うんうん 奈良は幾度か来ていましたが、やはり歴史は深く。趣深かったことを覚えています。すごいね。うん、いいですね。ねその道中、なんとなく気まぐれで、私は寺で売っているおみくじを引いたんです。うん、見てみると。うん、今日。うん、まあね。それあるでしょう。たまにお。お寺もおみくじってあるんだね。ああ、そっか。お寺だもんね。ね神社は普通ね。うん。 これはが悪すぎるそう思った私はあだこれ神社だなそう思った私は手渡してくれた神主さんに神社です社ねおかしいなと思った俺神社間違ってるよそもそもね手渡してくれた神主さんに 仕事辞めてすぐだし気持ち悪いからもう一回払うから引かせてくれませんかと聞いてみたんですうん、うん、それだけでそれだけならタダでいいよと菅、うん、主さんさすがに次は父ぐらいは出るだろうとおみくじを再度引く私うん、うん、わざわざ気を利かせてくれた優しい菅主さんから渡されたおみくじ今度こそは、うん、田中さん、うん 何が出たとまあ今日だろうねそうですうん何またまた今日だまあまあ流れから言ったらそうだろうね普通はね確率から言ってもほぼないであろうそうだね今日の連続これすごいよ縁起が悪いにも程があるこのままでは絶対に帰れないこのまま帰ればきっと事故に巻き込まれて瞬念に違いないと考えた私は ラストチャンス、うん、もう一回だけお願いさすがの菅野さんも、苦笑しながら、うん、何やら念じながら、最後のお話を。うん、引き出し、引き出しから飛び出してくれました。うんうん、最後の中身は私、私が、先に私が見ましょう。うんうん、ちょっと待ってください。菅野さんがおもむろに、 おみくじをチェックしています。田中さん、何が出たと思いますか大表かんさんは、しばらく間を取り、黙ったままおみくじを閉じ、こう言ったんです。おみくじとか占いは、当たるも八家。そんなこと言うかね、か主さん。当たらぬも八家。 日のもちよだからねカンヌシさんね八、ね、ケってまた中国から来たような話だもんね <laughs> その後神主さんはいろいろとためになる話をしてくれましたが、うん、なかなかおみくじを渡してくれません意、うん、を決しておみくじを見せてくれと嘆願し苦笑いした神主さんから手渡された中身を見て見たら、うん やっぱり今日 <laughs> すごいね呆然とする私を神、うん、主さんは、うん、おみくじなんか何の根拠もないものだ <laughs> <laughs> 優しく慰めてくれましたがしばらくどんよりとした気持ちになった <laughs> まあなるね、うん、長々となりましたが以上が私の、うん、わあびっくりした話でしたいや今日最後だとはすごいねっそれはすごいね、うん、はあ 今日なんかほとんど弾いたことまあおみくじ自体めったに弾くことないけど、うん、今日ってあんま記憶ないねまあ1回や2回あるのかもしれないけど俺はないねねあんまないもんね<う>今日ってね3連続ってすごいよえー、こんばんは太田さん猫がん猫が友達いや猫だけが友達だてあねん <laughs> まあまあまあスタッフの皆さん、ね、こんばんは、うん、オーストラリア在住 犬好きです。は <laughs> 犬好きなんだ。えー、オーストラリアで暮らしていますが、私も田中さんと同様、スイーツが大好き。ああ、いいね。うん。でも、オーストラリアのスイーツは、うんうん、海外の味で、うん。私はどうにも好きになりません。うんまあ、ちょっとね、甘すぎちゃうとかね。うん。 どうしてその色を使ったのあーわかるわかる。と聞きたくなるような、独々しい感じね。青や緑のクリーム、砂糖とバターの味しかしないケーキ、日本のコンビニで100円で買えるシンプルなスイーツが恋しい今日この頃です。すげえわかるよ、それ。うん、また日本でのチキンナゲット問題も見て、うん、口に入れるものはなるべく自分で作ろうと。日本ではサンドの飯よりタバコとビールが大好きだったジャンキーな私です、うん だんだんオーガニックな思考に変わってきましたその日はオーストラリア産のクルミと完熟のバナナを使ったブラウニーを作りましたかっこいいな <laughs> うまそう、うん、ちょっぴり入れたチェリーワインリキュールが隠し味になっていてとても上王的なケーキでしたうん、うん、フランス人の彼もおいしい、うん、と大絶賛でしたあよかったそのおいしいケーキが、うん 美味しいケーキだ。美味しいケーキ。美味しいケーキ。私に人生で初めての出来事をもたらしました。うん。田中さん、何だと思いますかわかんねえ、それ何よどういうことそのケーキが人生で初めての出来事何だろう歯が全部抜けたブブー、うん、違います。何何何今、オーストラリア、真冬ですよ。うん。その日も、とても寒く。うん。 ダウンジャケットを着てるぐらいですお昼にそのケーキを食べ寒いし悪くならないだろうと思い車の中に置いておきましたそして夕方仕事に行く時に車に乗りなんだか小腹がすいたなあケーキがある彼に取っておいてって言われたけど食べちゃおうといたずら心とともにケーキをパクリはいはい ん味がおかしい。え<ー>おかしいどころのレベルじゃない。<う>私の舌は、私の舌は、うん、生きてきたうちに、うん、食べたことがない味。うん、しかし車の中、うん、真冬、うん、悪くなるはず。うん もうないんだけどな。うん。サーフボードのワックスとか。うん、日焼け止めとか。うん、何かがうっかり車の中でついたのかな。そんなまずいんだ。歯磨き粉のような味もする。うん、ええー、すごいね。でも自分で作った。うん。うん 間違いない何の読み方 <laughs> だからなんら何だよその読み方は <laughs> もう少し頑張って食べよう <laughs> でも味がおかしい <laughs> 腐ってる味でもない <laughs> あれ <laughs> 妙に変だな。妙に変だな。嫌だなーってなってるわけね。ケーキをふと見ると。アリでした。アリ大量のアリです。大量のアリ忘れてました。えぇ忘れてました。何忘れてたの車が古いので、食べ物を置いておくと、アリが大量発生することうっそ口の中のものを速攻で吐き出し、ケーキを捨てました。うん。 稲子のように調理してあったら、うん、虫も食べられるかもしれません。うん、生ね。生のアリは食べるものだ、うん、いや、ちょっとどういうこと、うん、田中さんもアリだけは。 いくらお腹が空いても食べられないので気をつけてください。たった10秒ほどの出来事でしたが <laughs> 私の人生で一番のはびっくりしただと思ううわます。以上が私のオーストラリアでの最大のびっくりしたになります。ーーオーストラリアはの小麦粉は日本と違い、うん、とてもケーキ作りに向いています。いつか太田さんに手作りのケーキをお届けしたいなんで俺にはねえんだよ。<laughs> <laughs> た分ん分ぶ失礼いたしました。田中さんと同じく吸い続けた方がいい時は。そういに気をつけて。お体をおじあいえあー、アリじゃあ、アリがだから来るま、周りバーっていたんで、でも気づかないんだ、口に入れますね。いやー、いや、アリ、た、ね、甘いって言うけどね、よく。あ、そう。 田舎の人はよくはね、あり食べて甘いっていう人もいるよ。えー、でも多分そんな、何匹も一匹も食べちゃったら、そんな甘いっつっても、なんか変なんだろうね。歯磨き粉みたいな味がしたくもい。ね。ね,えねえ。ええー、ラジオネームいけにえ。うん、太田さん。田中たん、こんばんは。いけにえと申します。なんで、そんなラジオネームにしたんで。 つい最近はびっくりした話です、うん、私はとある職種についており、うん、ラミネートかっこ、うん、紙を機械にかけて薄いプラスチックの膜に閉じ込め防水にするものよく使うのですが、うん、その日も大切なお客様へのカードをラミネートしておりまして店長と談笑しながら作業をしているとわあびっくり、うん、なんと、うん、ラミネートしたばかりのカードに 黒々とした陰謀が挟み込まれて<ー> <laughs> 店長に見せると。るううん、もういけにえさん。やめてよね。まさかの濡れ着のオキシ <laughs> 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 思わず言い返した言葉に店長がわーびっくり。<ん>私じゃありません。ん私パイパンですから。<laughs> <laughs> そうです。私はパイパンなんです。なんだよ。 一ヶ月に一回、ブラジリアンワックスというロウのようなガムのような液体で、忌々いましい陰謀を一盲達にしており、一本たりとも生えていないのです。<laughs> まさかラミネートの機械に陰謀が仕込まれているとは、そしてそんなタイミングでこんな店長にパイパンをカミングアウトすると。別にそう言わなくたってよかったでそんなの。そして上司で、婚約者の彼の性癖がこんな形で露呈するわは、びっくりな出来事でした。 <laughs> バービックってさせたがわ、ね、させた側 <laughs> させたが珍 <laughs> しいねこれバービック店長びっくるだろうねパイパンええー、すごいどうすんのかなそんな陰謀の一緒にもうパチってねやっちゃってねえだって陰謀がいやそれは破棄でしょ破棄してそれそうでしょうえー甘よう甘ようでいいのかな甘王甘王ラジオネーム甘王うん甘王かのあのいちご 今度会ったらギュッとさせてほしい、大田さん。今度会ったら、ほっぺにチューさせてほしい、田中さん。あら。いいね。二人とも、こんばんは。珍しいパターン。普通の OL、天王と申します。今日はさ松井直美さんじゃないですよね。松井松井直美さんじゃないですよね。普通の松井直美さんじゃああ、普通の OL ってそういうの。懐かしいよね。 えー、今日は最近、私自身に起きた、は、びっくりを報告します。うん、私には、PMS という、女性特有の体の悩みがあり、はい、数ヶ月前から漢方薬を試し始めました。うん、田中さん、PMS ってご存知ですか、はい、いや、わかんないです。PMS とは、月経前症候群、と言って、簡単に言うと、生理前に、うん、 心身の調子が悪くなるもので、人によってね、ありますからね。で、今は月に1回医者に行き漢方薬を処方してもらっているのですが、漢方薬は西洋の薬と違って個人との相性があると。そうだろうね。難しいんです、漢方薬。はね、いろいろある中から自分の症状に合うものを絞り込む必要があるそうです。 私が2種類目の漢方薬を試し始めてから1ヶ月半ぐらいが経ちました。うん、そこにそこそこ効いているようで、うん、この薬はそう悪くないなと思っていますが、一つだけ気になるちょっとした体の変化があるのです。うんうん、なんか、うん、やたらムラムラするんですああ、そうなんだ。はいはい。過去にここまでムラムラしたことは記憶にありませんうん。うーん まあまあまあね、まあ、分かんないですけども <laughs> 気が付くと勝手に脳内で妄想が始まって、うん、下半身がうずいているんですあらららら,ら,ら今は残念ながらこのほてった体を鎮めてくれる彼氏はいませんそしてとうとう先日私はこの異常な性欲のせいで、うん、仕事が手につかなかったそんなになるんだ、はあ パソコンに向かって仕事をしているふりをしていましたが、ピンク色の妄想が暴走し、性欲でほてった体に、ついに我慢できなくなった私は。どうしたどうしたわあびっくりあんまびっくりしてねえじゃん。落ち着いてんじゃねえかさっとトイレ、席を立ちトイレに駆け込み、なんとなんと、個室で、 事故意をまあまあまあね、うん、いたしてしまう分かりましたわかりましたはい過去に、うん、制服 OL 印卵ンン OL 個室でオナニー、うん、制服印卵ンン OL 個室でオナにのような胸元を乱し足を広げた OL の淫らな画像を見て、うん 会社のトイレでこんなことする女がいるけだ。<laughs> <laughs> 男ってほんとバカ、うん、と思っていたはずが、気がつけば自分がまさにその、うん、淫乱 <laughs> ゃーた。になっていたんです。<う>かっこ、弊社には制服はないので、うん、私服です。もういいよ別にそんなんで <laughs> なんかその思うとはなんでだろそんな。 性欲はその日がピークで、うん、今はほぼ普通の OL に戻りましたが、うん、今日は隣の席の経理のお姉さん、うん、かっこ美人に、うん、キスしたい欲が、えー。えー、えー、ええー、え女の人に言ってことなんかちょっとまた別の感じになってきたのね。<laughs> インランレズをねえ。これが本当に薬の副作用かと聞かれると。うん <laughs> 自信も根拠もないのですが太田さん、うん、一応医者に申告した方が良いのでしょうかそっかこれ難しいねなんかムラムラするとそうだよな医者に言うべきでしょうか <laughs> 確かにそれはすごい言いたいんだろう <laughs> <laughs> 言いたいに決まってるんだよこの感じはでもね言うべきだそれは、ね、そこで何かが起こるから何かって何だよそこで何かかでもそういうものがあるから、ね、でもその立ってのその田中さん、うんはい、次に私の性欲が暴走した時は、うんうん、ぜひ ぜひじゃねえよ。怖いわ、そんなの。怖いわ、そんなの。甘おう。甘おう。<laughs> 甘お好きだけどね、俺もね。美味しいから。どうですか。いやー、でも、すごいね。えー、その、生理前の、そのね、いろいろこう大変な人、人によっていろいろ違うんだろうけれども。もどうなんだろうね、本人的には。その、辛いのも、当然嫌なんからね、漢方飲んでんだけど。 あんまりムラムラするのもつらいよね。仕事に手つかないなんてなっちゃったね。私も栃内さんの話聞いてると、ムラムラ自体はやめなさいよ。どうなんだろうあれ、エロ小説にしたすごいよね。もう、なんなの自分の無実を言いたいのか、なんか。あれはどうなんだ、あれは。まあまあまあ、裁判中ですからね。なんとも言えないですけど。体がそんな、ね、尿に混じるなんてことはあんまりないっていう話もあるじゃないですか。私はね、ちょっと一つ。 飲んだんじゃねえの？飲んだんじゃないのかななんなんだよ飲んだらどうなのどうなのじゃねえよですけどね、私。どうなんですかねいやないでしょ俺も変なことは言えないわかんない専門家でも何もないからね言えないけどだって尿に入んの分かんないわかんないですよわかんないですよ私のだから <laughs> そうだ名推理みたいな,ことになってる。ま、そうだね。おはぎなどは。